うさにやのえこれアニメ語ってるだけの仕事なんて本当にいいんです、略してこれしょなんと7回目ですよ。やったー、早いね。自己紹介しましょう、はい、私たち乙女の妄想は無限大、妄想キャリブレーションです。はい、桜のうさです。はい、星のにやです。よろしくお願いします。今日は ね、いつもの会議室に戻ってきました。この間うちら小切れだったね。そう、なんか今日普通に戻ってたね普通に戻っちゃったね。てかこの間思ったんだけど、うん、自己紹介してないんだよ。そう、あのね、5回目に安野さんが来てくださって、緊張しすぎて、ね、忘れてたよね。普通に忘れちゃっためっちゃ早口だしね。ね、本当に一瞬だったけど出てくださってよかった、ね、6回目はあの春菜ルナさんが、うん、そう、私ずっとさ、ルナルって呼んでいいですかって言ってからさ、うんうん、ずっとルナル様って呼んでた。キモいよね、あれね。ルナル様、ルナル様って言ってた。なんかルナルさんってうまく言えなくて、なんかずっとルナル様って言って、うん、ちょっと自分で見てて気持ち悪い。言ってたね。なんかね、こう前回も言えなかったから、うん、ツイッターでの反応をちょっとピックアップしたので、呼んでいきたいと思います。はいはい、これしご見てから、さぎり可愛く角マンが頭から離れない。いいよね、あの。口周り いいよね。冒頭2分で毎回おっぱいおっぱい言ってたうーちゃんとニヤちゃんだった。いや、そんなことない、ウサだけじゃない。え、でもおっぱい禁止令出たから、あ、おっぱいって言っちゃった。だからもうやめてよ、今日絶対言わないでね、はい、あの毎回ニヤちゃんの髪型が変わってるの、はい、よさみ深いだって。今日あんまし変わってないよね。あとうーちゃん可愛いかける1000回くらいいただきました。嘘つけ、絶対そんなもらってない。そう、あとね、これ一番言いたかったの、あの前回くらいのにっちゃんのサムネ、なんかサムネやばくなかった、これ一号のサムネ。いや、なんあれ悪い感じるよね、なんかなんでコメントなんか書かれてたもん、言えないけど言えないけどね、ちょっとねなんか半目だったよね、半目だったってそこ止めないでもらえますみたいなどうなのこれ、ハルホム、わざとにっちゃんのあの半目にいじめですか。なんかずっとハルホムとかハルホムとかいじりまくってたからかなすいませんすいませんもうダメですよ、そうやって謝るだけしかしない男の人はモテませんからね要注意ですよで、なんかサムネ用のさ、可愛い顔今撮っとこう今、うん、せーの、絶対使わない、絶対使わない、絶対使わない、これ使ってくださいね、絶対無理だと思うよはい、こんな感じでね。そしてですね、うん、今回もなんとやばいんだよ、今ね、結構ね、ドキドキしてる、はい、今回もなんと豪華なゲストさんが来てくださっておりますので、はい、こんなオープニングトークはいらないですよ。いらないよね、いらないいらないいらない、終わっちまいましょう。はい、終わりましょう。はい、それでは今回もこれしごスタートでーす。では早速今回のゲストをご紹介しましょう、はい、じゃあ呼んじゃうよ、呼んじゃうからね、呼ぼう呼ぼう呼ぼう早く呼ぼう、ガルニデリアのお二人でーす。お邪魔します。じゃあまずは自己紹介お願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ガルンデリアのボーカルメイリアと、コンポーザーのトクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちあの妄想キャリブレーションのウサと似合っています。よろしくお願いします。今来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。やばいね、近いよね、近いね、近いね。あのお会いするのはこう実は2回目、そうでしたね、1回ちょっとアニメジャパンの会議に、うん、でもその時ちょっ と若干遠かった、ね、そう遠かった、お疲れ様ですとか言って、ちょっと結構距離あるところから妄想キャリブレーションで、ね、そう挨拶だけは、ね、そうさせてもらって、はい、嬉しいです、うん、はい、ありがとうございます。本当にあのずっと好きで、本当に高校生、ちょっとなんか泣きそうじゃない、大丈夫、やばい、本当にやばい、もういつも聞いてます。あ、嬉しいです、どうもありがとうございます。やばい、ちょっとやばい、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 ダメダメだよ、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、ね、これ仕事ね、これこそね、これ仕事だよね、やばい、いや、なんかやばい、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 ありがとうございます、やったやった、えぇ、ー、かわいい、よろしくお願いします。喋るの、うまく喋れない、どうするどうすればいいの、ハルホム好きな曲、ガルネさん好きな曲、めっちゃちょっと愚問だよ、選べない。じゃあ私、うん、あのアンビギュアスが、あ、キルラキルですね、キルラキルが大好きで、ありがとうございます。私アンビギュアスもめちゃくちゃ好きなので、生誕の時に歌わせてもらって、あ、本当ですか、そう、ディアステで、あ、嬉しい、もう超ボロボロだったんですけど
嬉しいですね。聴きたかったのは嬉しいですよ、ね、ありがとう。くんちゃんが好きな曲はもういっぱいあるんですけど、うん、今はずっとあの陶芸年華ずっと聴いてます。本当に好きです。ありがとうございます。お会いにして、あの2個弾いてるキリコ先生、はい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 、私たち中国語を習ってる先生で、うん、あ、本当ですか。そっかそっか、なるほど。まさかの、うん、そうそうそう、キリコちゃんに生演奏してもらって、うん、コラボしてるんですよ、はい、陶芸年華。ありがとうございます。今必死に共通点を探してそうなんね。嬉しい、ありがとうございます。もうなんか会ってそんなに経ってないんですけど、うん、こう私たちの印象とかって ありますか。今の印象ですか。今の印象。あ、でもなんかあのすごく若いっていうイメージがあって、すごいフレッシュなイメージだーフレッシュなイメージだったんですけど、すごいなんか意外と落ち着いてあのしっかりなさってるんだなって思いました。はい、やばい、もう22だからね。そうですね、しっかりしてます、ね、今年23、しっかりなさってるなっていう印象です。いやもう来た瞬間ボロボロですけど、ね、いや何をどう進めるもんかみたいなね、うん、もう行っちゃうかな、もう緊張しちゃうから行こう。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、そして今回のプレスゴは、はい、あのガルニレイのお二人が来てくださったということで、劇場版魔法科高校の劣等生星を呼ぶ少女をピックアップしたいと思います。はい、魔法科高校の劣等生を知らないという方に改めて作品を紹介していきたいと思います、はい。テレビシリーズから3年、最強が劇場に舞い降りる、うん、原作者佐藤勉さん書き下ろし完全新作オリジナルストーリーで紡がれる新たな物語。魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称魔法科高校に通う一組の兄弟と仲間たちの波乱の日々を描く、原作佐藤勉さん、イラスト石田かなさんによる大人気小説魔法科高校の劣等生。原作小説はシリーズ累計750万部を突破し、これまでテレビアニメ、そしてコミカライズゲームなど多くのメディアミックスを果たしてきた本作待望の劇場映画化。大スクリーンで描かれる最強柴達也の活躍に刮目せよ。なんか緊張するわこれ言おうかな。すごい。そしてですね、6月17日より劇場公開される劇場版魔法科高校の劣等生、星を呼ぶ少女ではガルニデリアのお二人がテレビシリーズに引き続き主題歌を担当します。ありがとうございます。主題歌情報読む。そこまで言わないで。はい、2014年3月にメジャーデビューを果たし、これまでに5作のシングルとインディーズベストを含む3枚のアルバムをリリースしてきたガルネディリアさん、6枚目のシングルとなるスピードスターの発売が6月14日水曜日に決定しました。スピードスターは6月17日土曜日から公開の劇場版魔法科高校の劣等生星を呼ぶ少女の主題歌に決定。2枚目のシングルグリレットでテレビシリーズ魔法科高校の劣等同性のオープニングテーマを務めて以来、再びのタッグとなります。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。もう私早速ミュージックビデオも公開、うん、そうですね、されてますよね、はい、すごいす、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。なんか惑星の上に乗って歌ってらっしゃいますよね。火星でちょっとロケしたんで、そうなんです。あれ超かっこいい。どんな曲になっているんですか。そうですね、あの今回、グイレットに引き続きということで、うんうんうん、ちょっとグイレットの意思もちょっと引き継いだ曲になってるんですけど、あの誰に何を言われても自分の信念を貫いていくという、強い気持ちを込めた楽曲になってます。かっこいい。ただ、はい、白と黒の感じがこう、はい、引き継がれてるのかなってちょっと勝手に思ってて、ダンスシーンとか、はい、ダンスシーンはちょっと白と黒に切り替わるシーンとかも入ってるんですけど、グリレットも白黒 の、 あのちょっと対決シーンとかもあったりとかしたんで、そこはちょっと引き継いで MV も作ってます。かっこいいですね。踊るの結構やってらっしゃるじゃないですか、踊ってみたとか、うんうん、いつぐらいからやってますか。もうね、小学生ぐらいからずっとダンスをやってたんで、そうなんです。すごい。いやいや、うちらなんで ね、 もう19とかまだ4年くらいしかないね。だから見ててすごいスカッとする音にハマりすぎてていやいや嬉しいですね。かっこいい、ね、いや、もう素敵なダンサー。でもデビューした時はダンスやるって僕知らなくて、うん、そうなんですか。そうなんですよ。当時はね、当時はね、徳さんは私のダンスを見たことがなかったので、そうそうそう、あ、踊るんだみたいな。そうみたいな。それでそのラムぐらいから、うん、あの徳さんと一緒にじゃダンス曲作っていこうっていうので、そのダンスをやり始めたんですけど、今やもうダンスを欠かせないものになってるので、そうですよね、はい、すごい。全部ニコニコとかも
見てる。え、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ守ってるよね。待ってください。待ってください。毎日結構いろんな話してるよね。メディアさんが、うん、ネイルがどうか。可愛い。あら、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。話してます。ありがとうございます。はい、今日は、うん、なんかグッズ？グッズを持ってきてもらってるんですよね。うんうん、そうそうそう、カモン！アルホーム頑張れー！カモン、カモン。なんだなんだなんだ？あ、じゃあまずは、こちらですね。じゃじゃーん、うん、みっちゃん紹介して。じゃあチケットですね。チケットになんとこのクリアポスターがついてくるんですよ。これかっこいい。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。なんか最近その前売りチケットにいろいろついてくるのってよくあるのだと思うけど、クリアポスターっていいですよね。これポスターなんですね。だからあんま見ない。前売り券を買うとポスターがついてくる。へぇ、じゃあ俺はゲットしないとですよね。他にもで、ドン。こちらが物販情報となっております、うん、結構たくさんありましてですね、いっぱいありますね。チラリ、あ、ここにもクリアファイルとか、うん、え、ね、この CAD キーホルダーめっちゃかっこいいんだけど。めっちゃおしゃれだよね。なんかあんまり気づかれないオタグッズ確かにいい、かっこいい。確かに、ね、なるほど、ね、中二心をくすぐるこういうのいいよね。あ、なんかでもいくつか実際にあるやつが。そして、うん、こちらソングブック。おお、へえ。確かにさ、魔法科高校の音楽って全部かっこいいんだよ ね。キャラクターソングに加え新曲2曲とオープニングエンディング主題歌を加えた全16曲のアルバム。おお、そうです。かっこいいんすよ。あとね、これいい、これが一番それ好きだよ。これやばい、これやばい、これやばい。豆柴どうしてこんなことになってくるんだろう。芝つながりで、なるほど、うん、芝達也さんの、ね、めっちゃ可愛いですね。そう、 CM でもね、めっちゃ芝達也さんがゆきみたいな、あの超いい声なのにね。このビジュアル可愛いよね。可愛い、欲しいね、うん、これ欲しい、これ欲しい、うん、こちらは、こちらは DVD、 これだ、ブルーレイディスク、ブルーレイディスク、うん、ボックス。お、全26話を6枚のディスクに収録してるそうです。バッと、じゃん。あ、いいな、そういうの集めるの好きな。ねえ、かっこいいも全部持ってる。そう、キラキラも全部さすがだって、すごい気になるのある。あ、私ね、あとね、これね、さすがお兄様ですっていうストラップいいよねよくあるよね。なんかさ、達也がかっこよく言ってんのにみゆきがちょっとドヤ顔してる時の感じね、うん、あれ結構好きだから。あと、あと兄ちゃん、あ、やばい、それ CAD あるやこれ。やばいよね、シルバーホーン、やばい、これこれは販売、非売品、非売品、アルバム人気だったの非売品、非売読めないぞ非売品非売品、これやばいよね。あ、ちゃんとカチャカチャなる、すごい、使えた。実はね、グイネットの時の MV では、あのシルバーホーンを本物貸していただいて、そのシルバーホーンを使って MV を撮影したんですよ。かっこいい。え、でもっと重たいです。ちょっと重たいやつでした。もうちょっとガッチリしたやつを、ちょっと軽い、これ軽くて打ちやすいですね。軽めギャンギャン行きそう、ね、軽め、すごいグッズ、すごーい、はーい、これもあればいいんだよね。これ全部持って帰っていいんですか、うん、ありがとうございますダメです、ダメ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 、問題数は全部で3問、回答がニアピンだったら1点、うん、正解だったら2点、うん、面白い回答だったら3点ゲットです。どういうこと？判断はディレクターが独断と偏見で行います。勝利チームには豪華景品があるかも。あ、これじゃない、全部持って帰っていいんじゃない。なるほどね、全部持って帰って、これでも大丈夫。あ、いいじゃん、いいじゃん、チケット超いいじゃん欲しい、ねね、ダメだって。はい、ということで、ね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 、これ、あ、これが景品。え、じゃあなんかアニメとこれっぽくない。え、お、いいんですか、もう中身が気になるかな。え、なになに、早く見せてよ、早く。
じゃーん。いや、普通に。やばい。本当ですか？ありがとうございます。3000円。アマゾンギフト券が本気出してきましたね。しよし、頑張ろう。徳さんがやる気を出し始めましたよ。え、これ誰？ハルホムの自腹？違う。ジーバーこれ仕事代これ仕事代ポケットマネーマジか天から降ってきたということで嬉しい。はい、ということでこれをかけて戦いたいと思います、はい、うん、あ、まあでもチーム分けしてるからせっかくなので、うん、席替えしますか。はい、では席替え。それではクイズスタート。第1問目はこちらです。じゃじゃ ん、 ん、第1問、魔法師が使用する CAD、 この CAD は何の役？早くない、ウサさん。これいける。マジ？うん。来ちまう。最初から正解いちまいます？よし。なになになにこれ。さあ。これ何？じゃあはい。ウサさん。はい。キャッチアンドダイ。ダイって何？え？死ぬとかじゃない？これがいい。これがいい。キャッチアンドダイ。かっこいい、かっこいい、バーンってやった。ダメだって、ハルホム的には NG らしいよ。あら、大丈夫、来ました。いやいや、あの、言ってください。あ、いいですか。私たちはちょっと間違えることができないの、やっぱり。いきたいと思います。カーディナルアメージングディスコ。いや、めっちゃおもろい。めっちゃおもろいやん、ゴンドやん。どうですか。ありそうだ。カーディナルアメージングディスコ。え、そんでやったよ。カーディナル、なんなの、カーディナル。カーディナル、カーディナルジョージ。それしかない。カーディナルジョージ。カーディナルの意味はわからない。わからない。カーディナルジョージ。これ何問、何回でも答えて大丈夫なんですよね。じゃあどんどん行こう。いや、これ正解しちゃうから、私たち。え、嘘。やっぱこう、主題歌をやらせていただいてる身としては、うん、間違えることができない。でも今気づいたんだけど、正解を求めてないと思う。そうだよね。なぜなら、なぜなら正解よりも面白かった方のがポイントだ。3点もくれますからね、これ。やばいぞ。行ってみます。苦手なやつだぜ、これ。いや、もうこれはね、台本読ませていただいてますから、私たちは。ここは本当よ。じゃあお願いします。これの略、絶対に合ってますから。え、本当です、これは。CAD、 はい、キャスティングアシスタントデバイス。ありがとうございます。でも2点だよ。よっしゃ。残念。なんで正解したのに残念なの。勝てまだまだ勝て。第2問、はい、柴達也の妹柴美由紀は兄である柴達也のことを何と呼ぶ。おお、これは逆に難しくないですか、これは。絶対ない。絶対ない。言わないよ、柴達。さすがです、柴達。やばくない、まあ、これだけは絶対にありえないよね。そうなんちゃう、柴達って言って。甘達、柴達ってなっちゃうじゃないですか、これ。言って、あ、これ惜しいんだ。言ってもらえたんだ。惜しい、ニアピンになっちまう。はい、さすがですわ、タチタチュータチュタチュ、タチ兄上様。アニメ様、ほら、だってダメだって、もうダメだ。エリカが言ってんじゃんね、お兄様。アニメ様にアニメって呼んでるもんね。ダメ。ダメ。面白くもなければ、ニアピンでもないと。噛んだ、噛んだよね。ダメか。もうじゃあ言っちゃいましょう。もう行こう、言っちゃう、言っちゃう。はい、はい、はい。お願いします。お願いします。はい、お兄様。大正解。はい、正解。でも求めてないんだわ。求めてない。ガーデンの回答求めてないんだわ。求めてないよ。字かわいい。字かわいい。もう全然柴達の方がいいわ。柴達が一番良かった、柴達が。柴達。お兄様。はい、答えはお兄様です。はい、そうです。じゃあ、ラストの問題に行きますか。はい。お願いします。第3問。劇場版魔法科高校の劣等生、星を呼ぶ少女で、達也たちが訪れる別荘はどこにある？え？そうね。あ、これはもう知っちゃってるか、私たち。てか、俺らしかわかんない。私たちしかわかんないんだよ、これ。知ってるのかしら、皆さん。504じゃん。あ、でもあの、何かしらに書いてあったりするのかな。答えます。あ、なるほど。なるほど。この会議室、504。ここだったらいいね。ダメだって。ダメだよ。別荘だもんね。ぽいところ上げていけばいいんじゃない。あ、そうだね。確かに。別荘っぽいところでしょ。いや、でもこれはもうね、星を呼ぶ少女なんで、うん、宇宙、宇宙にあるんです。え？嘘です。あー、びっくりした。めっちゃだってこれ私たちが言うと本気で全然さ、こう本気でなっちゃったらダメなの。ちょっとね、あ、本物知ってますんで、私たち答えは。やばい、はい、もう二人が頑張ってもらわないと。じゃあ、にっちゃん答えていい？濃いところ、え？はい、
NASA。 そうだね、いそうだよね。いそう、いきそうじゃないですか。お兄様はいそう。どうです、どうです、タチヤナ、いそう。あ、やったー、残念、残念きたー。はい、やっぱね、はい、星なので科学技術館。お、近い、え、近い、近くない、近くない。ダメかー。ね、結構お題は結構普通なんですよ。あ、場所これ答えますね。はい、もう正解言いますよ。はい、小笠原諸島。へぇ、本当に普通。小笠原諸島どこ、どこですか。もうめちゃめちゃめっちゃ見て、なぜかひらがなで書くっていう、ね、あ、小田原の方ですか、ね、どこの不動産屋通したんでしょうね。いやー、本当でもあのすごいリゾートな感じで、みんな楽しんでる感じなんで、ちょっと普段見られない姿もきっと見られるんじゃないかなと思います。おっぱい、はい、キャッキャしてる感じ。おっぱいだ、おっぱいかな、おっぱいだね、おっぱいかもしれない。うわー、イエーイ。より楽しんでもらいたいですね。はい、喜ぶなっちゃいます。ということで、はい、3問終了しました。3問終了しましたね。結果発表、はい、それでは結果発表をしたいと思います。ハルフムお願いします。数打ち当たれみたいなところあったよ。あったよ、あったよ。ハルフム計算してた。じゃあ、すごい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 。じゃあ、あの、ウサニャモンケリチームが7ポイント、そしてガルニネチームが7ポイント。これは引き分けですわ。やばー、どうすんの、どうなるの、分けっこすんの。確かに、あ、確か1万円ずつ。でも分けっこしましょうかね。倍にしてもらえばいいんじゃない。ね、なるほど、後で、ね、いいですよね、はい、後で、はい、どうでしたか、このクイズは。いや、答えを知ってしまってるだけに、逆にこう、他の発想が出てこなくて。確かに、ちょっと2人に助け合いました。ありがとうございます。すいません、失礼がない。いいです、楽しかったです。はい、でもですね、実はこれだけで終わらないんですよ、今回。そうだよね、だって引き分けだもん。なんとですね、うん、来週まで引き続きます。やばーい、2週、2週連続初めて。嬉しい、ありがとうございます。ゲストさんは嬉しい、まさかの。いやー、まだまだあと1週間お付き合いよろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、ということで、魔法科高校の劣等生クイズで対戦してみたのコーナーでした。グリーンエリアのお二人は来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。エンディングトーク。いやー、緊張したね。緊張したね。やばい、なんかにっちゃんみたいに噛んじゃった。すごい。なんで私噛む人みたいにするの。やめてもらいます。すごい緊張しちゃった。ね、なんか、うん、冒頭から泣きそうになってたけど。めちゃ泣きそうだった。ね、久しぶりみたい、そんなに。やばい。これ仕事ですよ。これ仕事ですね。でも来週も来てくれるんだってね。今もだって。ね、今日も大人がいっぱいで、今日は大人がいっぱいで。そう、今日は大人がいっぱいでね。緊張しちゃうね。どうする、今7対そう、ね、でも負けられないじゃん、やっぱ3000円のために。そうなんだよ、3000円って大きいよ。作戦会議しよう。そうだそうだ、てか、目の前にいるけど。でも次もこのクイズとは限らないから、うん、あ、そっか。そうなんだよね、こう面白回答がで狙っていくしかないよね。そうだと思う。それかニアピンで、そうそう、1点ずつ稼いでいくか、うん、数打ち当たれだよ ね、 そうだね。正解はちょっと当てられそうにないから。それで頑張っていきましょう。積み上げていこう。はい、じゃあ告知の方をしていきたいと思います。はい、はい、妄想キャリブレーションは現在放送中、冴えないヒロインの育て方フラットなエンディングテーマを歌わせていただいております。はい、こちら桜色ダイアリーが6月14日にリリースされます。はい、この最高のはですね、毎週木曜日24時55分の痛みの枠にて放送されておりますので、はい、皆さんぜひチェックしてください。はい、そしてその最高の日なんで、はい、6月18日に冴えない歌姫のスペシャルライブフラットを、うん、春野瑠菜さんと妄想キャリブレーションで行いたいと思います。そしてですね、うん、このライブにはニア、うん、ちゃん、はい、私と電波ミンクのピンキーさんと一緒にやってるニアピンと、はい、私桜の宇佐と電波ミンクの相沢梨沙さんとやってるユニットラビリスが出演させていただきます、うん、あと加藤めぐみの子やっている安野清野さんも来てくださるということで、すごい、ね、豪華だよね。豪華になっております。皆さんぜひ遊びに来てください、はい、お待ちしております。あとこちら、はい、じゃじゃーん、ウニカンじゃない、ウニカン、うちらが連載させてもらってるんですけど、そう、コラム連載をさせていただいてるアニカンが、アニカンに今回はなんとドドンと儲けるよ、儲けるよ特集してもらいました。はい、アニメイトで配布されておりますので、そう、フリーペーパーなので、ぜひアニメイトに皆さん取りに、取りに、そう、なんかプレゼント企画もあるからさ、うん、サインとかもしてましたので、ぜひ、ぜひぜひお手に取ってください。お願いします。はい、お願いします。はい、これ仕
号は毎週配信予定です。見逃しがないようにアニメイトタイムズさんとモーケリのツイッターと、そして私さくらのうさと星野ニアのツイッターのフォローをよろしくお願いします。お願いします。感想はぜひこれし号でつぶやいてください。さっきみたいに読みに行ったり、実際すごいすごい頻度で目を通しているので、ね、これしろの話してね、ハッシュタグつけてツイートしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、さくらのうさと星野にあでした。また来週。